おはろばんは説です。見てくれてありがとうございます。ではですね、攻略戦リュークバンダレイのリュークをパーティーに入れてパパッとやっていく感じの動画ですね、やっていきたいと思います。ではですね、今回はブレイブベスペリアがあるんですけどもね、これはやらずバーサスリュークイービルですね、こちらを攻略していきたいと思います。はい、ではデュークの装備はこんな感じになっておりまして、天が竜将から、あ、でもですね、ちょっとこれ発動が遅いので遠戦乱舞の方がいいかもしれませんね、これ。はい、これでつなげやすいですね。遠戦乱舞からの猛が高昇ですね。で、これで突っ込んだ後に、連携してくれればね、またつなげやすいので、そこから天が竜将、それからね、ブラッディハウリングとかでつなげられたらなという感じでございますね、デュークは。あとの人たちはね、ユーリーは、あれ、ガシン召喚が当たっただけなので、装備はさほど強くなってないですね。で、なんかユーリー作戦でいろいろ変えても変わらないんですがね、絶風陣入れてたら、絶風陣しか打たなくないですか、この方。どうなんでしょうね。私だけなんですかね、私のユーリーだけなんですか。なんかすげえ中距離から絶風陣しかしなくて、近づいてくれなくて、なかなかミラージュゲージもたまんないんですよ。まあ、それは置いといて。で、スレイは、魔競技はこれしかないんですよね。報酬。報酬じゃねえな。普通の通常魔教と、で、爆乱思考人が来たんですよね。で、爆乱思考人をうまく活用していければなという、ちょっと滑舌やべえな、大丈夫かな。まあ、こんな感じでございます。で、ジュード君が、決戦魔教来た感じでございますね。コウが獣医将ですね。で、魔人剣ショーも来たという感じで、結構ね、ジュード君、来てくれるんですね。もう強くなっていくばかりで、とても嬉しいですね。で、確か、放水剣は、アンケートか何か、術技選挙かなんかで、ロンド旋風と確か戦った術技だったと思うんですよ。結構前、だいぶ前ですね。で、ロンド旋風が勝って、ロンド旋風が実装されたんですがね、今になって、放水剣ですね。が追加されて、これ、とても嬉しいです。さあ、レッツゴー!こんな感じですね。で、衣装というか、アタッチメントをね、鳥さんがね、こう肩についてる。鳥というか、リスか。まあ、リスも鳥もいるんだけど、エンディングのあれですね。撮ったので、これ装備して、で、ジュル君はオーケストラ衣装で着ております。ちゃんと素手にしておりますね。夏の時に出ていたアタッチメントでございますな。はい、じゃあ行こう。ちょっと待てよ。ジュル君、魔人剣ショー出たので、それもつなげられるかな。ただ15秒の間に倒したいですよね。怒りの波動絶風陣、我が手にすべ、絶風陣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 、新年一発、景気よく行こうぜ。まだまだ、よっしゃ、行け、まだだ。紳士先人が逃げたら向き合えない、それこそ失ってしまう。だから逃げない。まだ終わらぬ。ただ人たちでほふれるがゆえに、貴様には全てを叩き込む。生産無限、魔競技、過ちは断罪する。ギルティーデザイア、脆弱すぎて戦う価値もない。はい、こんな感じですね。16秒、いやー、1秒65遅かったですね。あと、なんだっけな、そうそうそう、ダメージもね、7万5000ちょいかな、いかないと20いけないんですよね、確か。20% だったかな。違うな、5% か。まあ、見た方が早いんですけど、あ、やっぱそうですね。最大で25、5なんですよね。20%、5%、5%で。まあこんな感じでございます。では最後にデュークのスキット見て終わりにします。森の中で、あれ、おかしいな、リット、どうかしたのかい。ここに仕掛けておいた罠が壊されてんだ。獲物がかかった痕跡はあるんだけど、お前たちは、え、デュークさん、どうしてこんな森の中に。声を聞いてやってきた。声、この者たちだ。
あ、小鳥がリュークさんの肩に。野生の鳥がこんなに懐くなんてすごいですね。俺たちには警戒してるみたいだけどな。俺に声は聞こえねえけど、なんとなく言ってることはわかるぜ。漁師の勘か。なあ、この罠を壊したのあんたなんだろ。狩りをやめてくれって話に来たのか。自然の摂理、私もそこまで言う前に真意を確かめに来た。真意？そういえば村の人たちがこの森で密漁があったって言ってたな。デュークさん、もしかしてそのことですか。それなら安心してくれ。俺たちがここに来たのは金を稼ぐためじゃねえ。生きるためにやってきたんだ。乱獲したり、まして皮だけ剥いであとは捨てちまったり、そんなことはしねえよ。それにここでの狩りはやめとくつもりだ。いいだろクレス。ああ、僕もそうした方がいいと思う。なぜ。この辺りに生えている植物はボアの好物なのに、食べられた痕跡が全くありません。それだけ森のボアの数が減ってるんだと思います。俺たちだけじゃなく、ボアだって生きてる。ちゃんと折り合いつけていかねえとな。そうか。密漁者のことも任せてください。村の人たちと話し合って対策を取りますから。それじゃあ俺たちは帰るぜ。待て。何か。この者たちからお前たちへの言葉を預かった。大丈夫だ、ちゃんと伝わってる。いやはや、デュークらしいスキットでございましたね。ここで狩りとかね、漁をやってるリットとかクレスとかと絡むっていうのはね、なかなかこの世界ならではのスキットっていう感じでね、ヴェスペリアメンバーとは絡まずね、いい感じの、個人的に結構好きなスキットでした。せっかく人の営みに触れる機会を得たのだ。観察は続けさせてもらおう。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。非常に短い動画だとは思うんですがね、リュークを入れてリューク参戦おめでとうという感じでねやっていきました。では次回の動画なんですけども、おそらくチャットとパティがねコンビになって来るイベントがあるんですけども、多分夏イベなんでしょうね。それが次なのか、それか新章は多分まだもうちょい先だと思うので、精霊層のイベントが来るのかな。ちょっとその辺詳しく分かってないのでごめんなさい。次回どうなるか分かりませんが、見ていただけると嬉しいでございます。今の状況は運命のいたずらという認識でいてもらおうか。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあファモー。